カレン・アンカー・ペンターは、カー・ペンターズのボーカリスト、ドラマー。性質はアルトで、3オクターブの聖域を持っていた。彼女の声の美しさについては、ビートルズのジョン・レノンや、ポール・マッカートニーをはじめとした一流のアーティストたちも、絶賛している。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第94位。雑誌級の選ぶ、 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第48位。アメリカ合衆国コネチカット州のニューヘイブンに生まれる。家族は1963年にロサンゼルス郊外へ転居した。その頃、兄のリチャードが近所の公園のコンサートでピアノを弾いていた際、兄に促されてスキータ・デイビスのヒット曲、この世の果てまでを歌った。これが、 兄弟一緒に人前で行った初めての演奏となる。ただし、13歳の頃は将来は看護師か画家になるのが夢だったという。兄と同じダウニー高校ではマーチングバンド部に所属。兄のリチャードが音楽で才能を開花させていた影響を受けて、10代半ばになると好きだったビートルズのリンゴスターやジャズドラマーのジョー・モレロが使用していたラディックのドラムスを親にねだる。 しかし以前にサックスやフルートを挫折していたので、両親や兄リチャードは続くかどうか半信半疑だったという。しかしカレンはドラムに没頭し、練習を繰り返したという。そのか斐あって、カレンのドラムスの腕前は芝叩く間に上達し、民族音楽によく見られる変拍子もこなすようになった。一方、本格的にボーカルのトレーニングを受けに行くと、トレーナーから、あなたには、 何も教えるものはないと言われるなど、彼女には歌手としての天性の素質もあった。こうしてカレンは、兄や友人たちと結成したバンドスペクトラムから、ドラムスとボーカルを担当することとなった。しかし、カーペンターズとしての活動が活発になるにつれ、歌手として前面に立つことが多くなっていく。やがて、リチャードの意向を受けて、ボーカル専門に活動するようになった。カーペンターズは、 カリフォルニア州を中心として、やがて世界的に活動するようになった。子供が大好きで、彼女自身も子供のような無邪気さと純粋さを持ち周囲の人から好かれていた。一方で、自らの体型については太りすぎという固定観念を持っており、やがて精神的な病となっていった。ある日、カレンは兄リチャードに、ねえ、お兄ちゃん、私って太ってると聞いたという。 するとリチャードは、ああ、ちょっとなと軽い気持ちで答えた。事実、その頃のカレンは平均的な女性と比較してぽっちゃりしていた。カレンの身長は163センチで適正体重は58.45キロだが、彼女の体重は最大66キロに達していた。兄の言葉を受けて、カレンは絶対に痩せてやる。と発奮し、ダイエットに励むようになったが、 それが彼女の寿命を縮める結果となってしまった。1975年9月のカレンの体重は41キロであった。1974年3度目の来日時にリチャードと共に和服姿の写真を撮影、翌年発売されたライブアルバムカーペンターズライブインジャパンに付録としてその写真が添付されたが、カレンによるとこの頃が最も太っていたという。カレンは いつの頃からか接触障害に悩まされるようになる。これは後のセラピーの過程で親子関係が背景にあると見られている。このため1975年に予定されていた日本公演が中止となった。当時の招聘先である共同のコメントは神経性食不心症によるものとしていた。リチャードが睡眠薬依存症のリハビリを行っていた1980年に ソロ活動を行うが、この時期の音源が公開されるのは、カレンの死後となる。アルバムは、遠い初恋として1996年にリリースされた。1980年、若手実業家のトム・バリスと結婚をするも、翌年暮れには破綻。離婚同意書にサインする直前に、彼女が死去したため、現在も、帰婚のままとなっている。百八十三年二月四日、 早朝、両親の家で意識不明になっているところを発見され、同日死去した。満32歳没。死因は、急性心不全。長期の闘病生活が心臓に負担をかけていたと思われる。なお、映画、カレンカー・ペンターストーリーによれば、晩年は過食症と虚食症の症状が繰り返し、起こっており、死去前日は、 食欲が少し出てきたところで翌日亡くなったことになっている。彼女の死は社会に大きな衝撃を与え、拒食症などの接触障害が社会的に認知されるきっかけとなった。カレンの遺体はカリフォルニア州オレンジ軍のフォレストローンサイプレスに埋葬されていたが2003年末に兄リチャードの自宅に近いロサンゼルス軍のピアスブラザーズバレーオークスメモリアルパークに 改装された。ドラムスを演奏する、カレン・カーペンターズ活動初期までは、歌手1 0としてよりも、歌うドラマーとしての活動が多く、ドラマーとしての評価も高いものが多い。イエスタ・デイ・ワン・スモアの収録時、リチャードが前半だけを取り直したいという要求を出してきた。当時、部分的な取り直しは録音テープの切り張りでしか、実現することができず、 とりわけ前半を取り直す場合、正確な演奏時間を再現して、後半に結びつけるリズムキープ力が必要であり、無謀と思われた。しかし、カレンの正確なクリックによって、前半の演奏時間及び後半に結びつけても揺れのないリズムが再現され、取り直しに成功した。しかも、今聞いてもどこに、つなぎ目があるのか、つないだ本人すらわからないというエピソードがあるほど、 リズムキープ力に対する評価が高い。カレンがドラムを担当した曲は以下の通りである。ドラマーとしてクレジットされている曲もあるが、カーペンターズ初期の曲にはそうでないものもあり、以下は両者を含めたものである。ありがとうございます。